記事の信頼性ももともとないからね嘘ついたり捏造記事しか書いてないじゃない活動家の自分の、えー、イメージで書いてるからねあの時もそうだった辺野古の座り込み誰もいないじゃんっつってひろゆきがからかった時にあの時ひろゆきね200万フォロワーちょっと切ってたのね、はい、でそれが毎日新聞がひろゆきのそういった沖縄に対しての揶揄に「ひろゆき離れも怒ってる」とか書いてねそ <laughs> したらひろゆきが「その時点で220枚増えてるの」見て。<laughs> 誰が離れたのかなとか言ってね。それ言ってる毎日新聞は、えー、もう百数十万部でしょその時点で百八十切ってるから、ひろゆきのフロアの方が毎日の購読者より多いじゃんっていうね。うん、その前にひろゆきが離れるよりも新聞離れだろっていう話であって。あれ、もうすぐ朝日が堀江門に負けるんじゃないか ?7 月の ABC で確か日経も147万部ぐらいだったかな ?150 万部切ったんだよ、ね、ピークの半分になっちゃった。